どうも、A1003HI です。今回は、前回、ウィングガンダムが出てきました。コロニーにテロを仕掛けに来たネオバディムは、一般市民を巻き込んでモビルスドールトーラスで襲いかかってきました。我らがイングラムも戦い、そしてはなんとか終わったと思ったらウィングガンダム登場。とりあえず、無駄な争いは避けるべきだと考えて戦いませんでした。で、ここで騒ぎになるのはいけない。とりあえず格納庫に戻ることになったイングラムです。では続きをやってみましょう。あそこにするか。なんだ。チリ、見つかっちまったか。ガンダム、見慣れてきたな。ガンダムじゃねえよ。だがガンダムだぞ。もしかしてこいつもアルティメットガンダム。死ぬぜ。俺の姿を見たやつはみんな死んじまうぞ。お前もアルティメットガンダムを奪いに来たのか。あれは俺の目だ。手を出してる。突然ですが、ディオ・マクスウェル、つまりガンダム実際のパイロットと出会ってしまったイングラム。とりあえず、誤解を解くためにも戦わざるを得ないようで。あら、結構な攻撃力。トーラスでは体当たりでも1、マシンガンでも2だったのに。こいつはデスサイズの一撃でこれですか。これはいけない。なんとかしましょう。ここはよし、こっちでしょう。全然効きませんね。あら、はい、ああ、もうやばい。両方ともやばい。ここはもうなかなか回復しなきゃいけないのに、間違ってずっと攻撃をしたが、なんとか勝ちました。戦闘いやー、おそらく危うくやりました。全のこと期待が現れているのでさえして、ご死ぬと。今回はこれ、その、じゃあ、おら、ついている。どうしたって、うん。医療グラム、どこ行く？うん、あれは、インの、研究の、邪魔しないで。何の研究だ？気になるところがありますが、これは何か様子がおかしい。よし、格納庫に行ってみましょう。何があるんだ。この揺れは何なんだ。はっきり言って何かわからない。しかして私としてはここで最善を尽くしてセーブをします。が、その前に、やはり回復はしとくべきでしょうね。よし、これで大丈夫でしょう。それではこれから何が起こるか分かりません。今回はこれで終わりにします。さようなら。